最近昔の東海オンエアさんの動画を、気になったのをこうザッピングして見るのに少しハマってるんですけど、でその中にドラえもんに出てくるジャイアンのものまねをこういっぱい使った動画をね、たまたま見つけて見てたんですよ。で楽しかったんですけど、でそれ見てて、最近ものまねのね、噛んだものまねのレパートリー増やしたいなと思ってたんで、練習したんですよね、それ見ながら。ちょっと練習のね、成果をここで披露しようと思うんで、ちょっと見てもらっていいですか？いきますよ。おい、のび太。改めましてどうもハイチです。まだね、受験真っ只中の方も多いとは思うんですが、ちょこちょこね、高校受験も大学受験も終わりましたって、合格しましたとかね、報告いただいてて、本当ね、お疲れ様でした。で、今ね、真っ只中の方は終わってから見てもらえたらいいと思うんですけど、その受験終わった後にですね、暇になるんですよね。で、やっぱり高校入学までとか大学入学するまでに、ダラダラするのは良くないのは皆さん思うじゃないですか。でもじゃあ、いざ何をしたらいいんだろうっていうのに悩まれてる方ね、結構多いので、今回はその入学するまでに、高校入学、大学入学するまでに、これはぜひやっておけよっていうのを喋っていこうと思います。まず1つ目、これ特に高校に入学される方は特になんですけど、受験勉強頑張ってきたわけですよ。毎日ね、こう勉強してきたわけじゃないですか。で、これまで勉強習慣がね、ある程度作ってきたわけです。皆さん多年頑張って頑張って勉強する習慣を作ってきたんですけど、習慣って勉強だけじゃないんですけど、作るのってめちゃくちゃ大変なんですよね。きっと勉強習慣も作るの大変だったじゃないですか。それって崩すのってね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。多分3日サボったらすぐ崩れるから。で、やっぱり受験が終わるとですね、勉強しなくていいやとか反動が来ますよね。で、そうすると勉強しなくなっちゃうんですけど、高校入ったら、大学入ったらもそうですけど、勉強しなきゃなんですよ。特に、高校入るとですね、中3生みんなが思ってる何倍も、授業が進むスピードが速いです。中学校と比べると。だから、入ってから頑張ればいいやとかって思ってるとですね、気づいたら置いてかれます。高校の勉強って。なので、今せっかく作ってきたこの勉強習慣を捨てるのはもったいない。なので、必ず1日ほんと10分とかでもいいです。受験勉強の時ぐらい勉強しろなんて、そこまでしなくていいんです。しなくていいんですけど、しっかり毎日コツコツ勉強する習慣だけは崩さないように、捨てないようにしようっていう意識をしてください。でも、いざ勉強しようと思うと、何勉強したらいいんだろうって悩まれる方もいると思います。で、これもですね、もし勉強したいものがあるんだったらそれでいいです。で、それが、高校の勉強と関わらなくてもいいです。自分が個人的に学びたいものとかでもいいの。勉強する習慣だけ崩さなきゃいいので、内容別にいいんですよ。でも、特にないなって思う方は、中学校で勉強してきた、数学と英語、この他もね、やりたかったらやってもいいんですけど、数 A に関しては、そこで勉強した内容が基礎となって高校の地盤になるのね。ここの地盤の部分に中学校の内容がなって、高校の勉強が乗っていくので、復習しておいて損はないです。で、あとは英単語です、個人的には。で、それは書店に行って、本屋さんに行って、英単語、高校で勉強する何千単語とか何でもね、構わないんで、一冊見つけてきてね、それ買ってきて、毎日50個とか、30個50個でもいいと思うんですけど、数決めて覚えていくっていうのをやっていくといいです。なので、だから何をするっていう、こっちは別に指定することはないんですけど、皆さんが毎日ほんと最低10分でいいから勉強を毎日するっていう習慣は捨てないようにしてください。そしてもう一つが、入学してから何をやるかを決めておくです。で、これは高校生も大学生もそうなんですけど、特に大学生の方が大事かなと個人的には思うんですが、大学入学するじゃないですか。で、入学して最初ほんとバタバタです。例えば、説明会があったりとか、ガイダンスがあったりとか、授業決めなきゃとか、サークルがとかあるわけですよ。で、サークルどうしようとかって、今から情報収集するのももちろんいいんですよ。でも、サークルの情報なんて、入学したら勧誘めっちゃ来ますから。新歓おいでって、新入生歓迎会ね、新歓おいでおいでってなるから、もうそんなね、そこで過ごしてればいくらでも情報入ってくるんですよ。で、もちろん大学に入学した後、高校に入学した後に、そこで学ぶ勉強、もう勉強に私は勤しみたいんだっていう方はそれでも構わないんですけど、多くの大学生が勉強しつつ、バイトして恋愛してとか、いろいろやりたいことがあるわけですよね。でも、あっという間に終わっちゃうんですよ。で、個人的にはやっぱり学校
校の中だけで学べることではなくて他のことに目を向けてほしいんですね。特に、大学のうちなんていうのは自由度がすごく増します。高校と比べるとやっぱすごく自由なんですよ。自分の意思でいろんなことを決められます。で、自分もね、大学入った後に自分は2年か3年の時に始めましたけど NPO に参加してとかそういうこともできるわけですね。本当にいろんなことができます。で、その大学の中、学校の中だけじゃなくて自分がこういうスキルアップをしたいとかこういうことを学んでいきたいな、その学校以外で学べること、で、それをやるためにはどういうのがあるのかな、例えば自分の学校の中であるかもしれないし学校の近隣で近くであるかもしれない、そういうのを探しておいて、あ、こういうのをやってみようかな、いざ始まったらバタバタして忘れちゃうんだね、時間に暴走されてしまって。だからやりたいことをリストアップしておいてください。そのさっき言ったサークルとかっていう情報は向こうからやってくる情報なんです。でも自分から何かを学ぼうとするためには自分から情報を取りに行かなきゃいけないんですよ。やってくる情報はいいんです、やってくるんで、でも自分から取りに行かなかったら時間だけが経っちゃって気づいたら2年生になっちゃうんですよ。3年生就活ってなっちゃうんですよね。で、やっぱり自分も2、3年で始めましたけど本当1年からやっておけばよかったと思いましたもん。大学の時にその大学で学ぶこともやりますよ、やりますけどプラスアルファでいくらでもできます。で、これは高校生もそう。自分は高校3年かなの時に、子供相手のボランティアをやってたんですね。一緒にキャンプ行ったりとか祭り開いたりとかっていうボランティアを参加してたんですけど、バイト禁止の高校も多いじゃないですか。うちもそうでした。バイト禁止でしたけど、アルバイトじゃないとボランティア禁止なんてことはないので、やっぱり高校のうち高校を楽しみたいっていうのはもちろん一個大事なことなんですけど、勉強頑張るのも部活頑張る、バイト頑張るかもしれないけどね。でもやっぱり何かを学ぼうとするのってその学ぼうとする意思があればそれだけスキルアップしレベルアップするんですよね。経験値も溜まっていく。なので高校生にしても大学生にしても入ってから何をやりたいかっていうのを見つめれるいい期間なんですよ。時間があるんで、だから今この時間をうまく使ってください。情報を得るなんてもうパタパタおかしいな。ネットでもね、スマホでもいいですけどいくらでも得られます。で最後に言っておきたいのが、そのネットの情報とかでそのなんていうのかな、間違った情報もいっぱいあるんですよ。だからそう流されなんだな、自分の目で確かめるまではあまり流されないようにしてください。で、あとはこれもちょっと別話になっちゃうんですけど、特にサークルとか大学でサークル入る子とかはサークルによってはね、その特に女の子に気をつけなきゃいけないんですけど、そのみんなとかね、女の子たちのなんだろうな、その体を目当てでねやってるサークルとか危ないサークルとかも事実あるんですよ。あるので、そういったことにも気をつけてください。本当にね、毎年1件か2件相談来るんで、それに関しては。なので、そういった、ちょっとね、趣旨がずれちゃいましたけど、今回伝えたかったのは、特に高校生、新高校生かに関しては、勉強習慣を捨てないっていうところ。で、もう一個は、入学してから何をやりたいかっていうのを、考える。リストアップしてください。考えて忘れちゃうから、必ず紙とか、そのスマホのメモ機能とか使って書き出しておく。ね。書き出しておいて、後で興味なくなったら消しちゃいいんだから。で、構わないので、ぜひ自分をこの新しい高校3年間、大学4年間をどういうふうに使っていきたいのかなっていうのを見つめるいい期間にしてもらえたらと思います。